今毎週、土曜日午後2時から、地元の南三陸町宇多津の地元の子どもたち小中高の、子どもたちが、南三陸シーモンキーという形で約50名ほどのメンバーが集まって、うちのボランティア団体つながりと一緒に、あとは地元の漁師さんやいろんな地元の方々と一緒に、ビーチクリーンということで、7月15日の海の日を目指して、海水浴場を戻したいということで、毎週土曜日活動しております。それもやっぱり地元の子どもたちがやっぱり地元の海で遊びたいというような思いと、あとは、ボランティアをしたいと思う人たちへのそのきっかけ、一緒にこういったことができますよというようなきっかけと、あとは、いろんな人たちに聞くと被災地は行ったことある、でも何をしていいかわからなかったから見て帰ってきたという人がたくさんいるんですね。それであれば実際午後の2時に集まってくれれば1時間ぐらいの作業で、とてもこう意味のあるものと、こう心震えるようなこう感動できるような、活動ができると思ってますので、はい、そういった気軽にできるボランティアということで、活動しております。このビーチの貝殻を拾ったりビーチの砂を使ってストラップを作ってる、おばちゃんたちもいますので、そういったものの貝の拾い方とか、あとは簡単に燃えるゴミ燃えないゴミの分別とか、大きな作業から小さな作業までたくさんありますので、お年寄りから子どもたちまで、誰でも参加できるような形にはなってます。一応ボランティア団体つながりのホームページを見ていただくか、南三陸宇多津の長須賀海水浴場というところに、このうちのプレハブが建っておりますので、ここに、2時まで来てもらえれば、毎週たくさんの人が集まってますので、予約なしでも問題ありません。来ていただいて構いませんので、はい。なんかこうやっぱり思いがつながる人たちが、被災地の子どもたち、被災地の大人、ボランティア団体、応援してくれている地方の方々が一つにつながれるようなきっかけをどん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 発信していきたいと思いますので、みんなでつながりながら、まあ2年経ちましたけども、まだまだ先は長いと思うんで、皆さんと一緒に前に進んでいけたらいいなと思ってます。はい。